こんにちは、手作り倉庫です。この友人からたくさん着物の端切れが来たんですね。で、これ何とかしなきゃっていう脅迫観念もあって、で、スヌードというのも、これ剥いで布を適当にこう切って剥いで、そして長いものを作ってスヌードにしました。こんな風に作ってみました。幅がだいたい20センチの仕上がりで、これ最後にこう輪にするんですけど、こちら側の布、これをもちろん生地屋さんでいいものを買ってきてもいいんですけれども、ダイソーのこの膝掛け、サンゴマイヤー膝掛け、これ結構良かったですよ。これがね、300円の方の大きい方ですと140センチあるんですよ。100センチの140センチ。ですから幅23センチのものでも4本取れるんですよね。ですからこれを使います。まずこの生地を切り出すんですけど、お菓子の箱とかそういうのでいいもんですから、こちらは23センチの幅。これね、平行線。平行ですよ、これ23センチ。で、こちらが21センチの幅。これ細めのものは20センチでいいと思うんですけど、ちょっとまあ、ふんわりっていうかね、ボリュームアップが欲しい場合は23センチ。ちなみにこれは23センチで作りました。で、男の人の方は逆に21センチでもいいと思います。こちらね、20センチで作ってもいいかなと思いますね。で、この型紙があると、これ縫い代付きです。このサイズ。縫い代付き。型紙っていうか、まあ、この厚紙があると裁断がしやすいんですよね。例えばこれ、こんな幅のもの、布があったんですけど、これをこう、23センチ、これ23センチですよね。ですから幅23センチのものをこうしてつなげていくので、この長さが23センチ欲しいんですね。ですからここ23センチ、こう当てて、そしてこうカットする。そうすればもう、どんどんできますよね、これあることで、平行ですから。で、それでまあ、こうしてやっていくといいと思いますね。で、こういう感じで、まあ、23センチの長さのものをたくさん用意します。で、これ23センチね。これ23センチ。こう、布をカットしました。これね、だいたい縫い代込みで15センチぐらいのものが1、2、3、4、5枚切って、そして1、2、3、4、6枚がこれ大体まあ10センチ、8センチ、9センチぐらいで、そしてまた細いもの、込みでまあ5センチから6センチぐらいのもの。こんな風にこう色分けして切りました。ですから結局濃い方、濃い色ね、無地の、ちょっと濃いめの色、色調が濃いめの色が幅広。そしてこう華やかなのが使いたいですよね。で、それをまあ、ちょっと中間の10センチから11センチ、12センチぐらいのもの。同じ幅じゃない方がいいです、全部これ。バラバラの方が逆にいいと思います。ランダムにね。で、これが大体5センチから6センチぐらいのもの。切って。でもこれも好きな布を何でもいいと思うんですよね。組み合わせももう本当に自由にしていけばいいと思うんですけど、これを組み立てていきますね。で、組み立てる時ですけど、これこういうふうにこう重なって首に巻くことになりますよね。だらんとしないから。なので、大きい小さいっていうかね、幅広、ちょっと幅狭。で、また幅広だったり、ここに中間にこう狭いものを入れたり、ちょっとこう、濃い色っていうか華やかな色をちょっと入れたり、そんな風にして組み立てると成功すると思います。出る色が、こうして組み方によって全然色が出てくる色が違ってくるんですけどね。それがまあ、今日はこの雰囲気、ここを前に持ってきたいわとかいう時にこうして組めばいいのでね。ですからランダムにするとうまく、いや、もうこれ全部全然別にどんな組み方でもいいと思うんですよね。
まあでも私の場合はそういうふうにしました。それからあまり薄いもの、これ絞りももうアイロンかけちゃったんですけど、薄いもの、薄いものは本当に薄い芯を貼りました。であんまりごつくしちゃうとね、二重ですし、使い心地良くないですね。ですから、まあ、その割と薄手に作るっていうことでいいと思いますね。ですからこれね、これとこれと同じでしょう。これね、あんまりね、対角線上に来ない方がいいです。対角線上に来ると同じものが、そうするとね、重なっちゃうんですよね。で、まあ、そこのところちょっとこう気をつけながらこうね、組み立てていきます。だいたいこう並べてみました。ここ一緒じゃない方がいいかな、対角線上に来ちゃう ね、 これね、こうなってこう同じ系統の色が近くにあってもいいですよね。でこうなってこうで、これを全部つなぐんです。で仕上がりの幅がこの縫い代ついてますので、仕上がり幅がだいたい女性で130センチ、男性で140センチが適当と思います。糸替えしないでこの茶色、ちょっとこれオレンジ系が多いので、茶色の糸で60番の普通のスパン糸で縫います。これ剥ぎ合わせしました。こんな風にています。そしたらこの縫い代をアイロンをこうして何ですか、半分に割るっていうんですかね、こうして開いてアイロンをかけます。この方がゴラゴラしないと思います。すっきり肩直しでもまあ悪くはないんですけどね。そして端をこうして整えます。どうしてもゆらゆらっていうかね、まっすぐにはならないですよね。これだけ継ぐと素材もいろいろですしね。でこんな風にできました。ですから23センチより多少少なくなってる可能性もあります。このサンゴマイヤーという生地ですけど、マイクロフリースとも言うみたいなんですけど、まあ、毛足があってそれでダマになりにくいという生地ということですね。これが長さの長い方をこうして、この時ね、やはりこのボール紙が役立ちますよね。23センチに切ります。で切りましたら仕上がったものとこうしてざっくりこう合わせてみて、この長さがねいいかどうか、これ端これ縫ってますでしょう。ここをほどかなきゃいけないのか、紳士用ですとね、多分ほどかなきゃいけないんですよね。ほどかないと140センチにならないんですけど、でもこれ130センチでしていますから、少しこう縫っているところもカットする、ほどかないでカットしました。でこうして合わせて、でこの時ねやはりこれクリップで留めるなり待ち針で留めるなりした方がいいです。素材が全然違いますから、どうしてもねずれてくるんですよね、ミシンで縫っていくと。ですから止めまし、ざっくり止めまして、ボアを下にして縫います。この布が上、1センチの縫い代で縫います。今ね
あのフリースの方を下に、フリースっていうんですかね、マイクロファイバーっていうんですかね、これを下にして縫いましたね。上をシルクっていうか布で縫いました。そして反対側も縫い合わせしますけど、この時に端の方に開け口作ります。開け口ね、本当に少なくていいですよ。8センチもなくてもいいぐらいです。引き出せればいいのでね。開け口を残して縫いました。ここミシン省略しました。こういう風になってます。そしたらね、端っこね、これ切りました。それでこれひっくり返すんですけど、今度見ててくださいね。こうして手を入れて、今これ布の方しっかり持ちます。そして中心部分に手を当てて、こうしてくるっとひっくり返すんです。でその手を絶対離さないで、最初の方のこの同じ布と布のところに持ってくるんですね。こうしないとねじっちゃうんですよ。ねじって作る場合もありますけど、二重巻きしますから、ねじるとまださらにねじるので、こうしてまっすぐに縫いたいので、こんな風にしました。これ私も失敗したことあるんですけどね、くるっと返したらねじってたっていうことにならないように今みたいにしますね。そして縫い代割ってます。手倒しするとゴロゴロするかな。縫えました。そしたらね、これこっちじゃない、下それ返します。この返す時ね、本当にね、いつもバッグでも何でもそうですけど、最後にこうして表に返す時が一番なんか楽しい瞬間ですかね。やっぱり手作りする人のこれ特権みたいな感じですよね。そうして開け口を閉じますけど、これミシンよりやはりちょっと手で閉じた方がいいかな。私祭りという祭り方で閉じます。ですからここね、小さいと少しでいいでしょ、手縫いでするのにね。これあのパッチワークしてて思ったんですけど、まあ今回これあのシルクの着物の端切れでやったんですけど、マリメッコの布とかリバティのプリント、それのあの端切れもこうしてつなげばね、長くなりますでしょ。それでその場合はこのボアをピンクの薄いピンクにするとか白にするかとかして、ちょっとこう洋風の布の場合はそんな感じで作ると、それもまたあの冬でもこうピン木綿のプリントでも楽しめますよね。ですから端切れも何でもいいと思うんですけどね、素材、異素材でもいいと思います。ウールとシルクとか、ウールと木綿とかでもいいと思います。お好きな生地を全部こうしてつないで、こんな風になりました。こんな素敵なのができたんですよ。それでね、これ巻く時に、今日はこの顔の前にこの色を持ってきたいなとか、そんなこともできるんですね。ですから好きな布を顔の前に持ってくるように巻いて、それで楽しめます。いつもご視聴ありがとうございます。